第4世代のガールズグループの中でどのグループの実力が一番うまいかという話になった時、ダンスとかパフォーマンスに関しては意見が分かれたりするんですけど、ボーカルに関してはエンミックスが一番強いという意見に反論する人を見たことがないんですね。リリとヘンは第4世代女性アイドルのボーカルランキング1位と2位になってて、いじめのソリもメインボーカル級の実力を持ってるんで、エンミックスは全体的にボーカルが強いんですけど、その中でもリリの場合は第4世代という枠を超えて全てのアイドルの中でもトップクラスに入るぐらい上手いんですね。ストレイキッズのメンバーたちはリリのライブを見てびっくりしたこともあるんですけど、多分皆さんもびっくりしたんだと思います。まさかこれをライブでやるとはね。私はなぜかわからないんですけど、ボーカルやダンスなど一定のレベルを超えたのを見てたら鳥肌が立つんですけど、リリには無限に鳥肌を立たされてるんですね。エンミスのデビュー曲 OO でリリが高音を出すのを初めて聞いた時には、すげえとかじゃなくて、マジでって思いました。聞き間違えたのかなと思って何回も繰り返してみたんですね。ここで私がボーカルばかり話してて誤解されちゃう方もいるかもしれないんで、念のために言っとくんですけど、エンミスはダンスも上手いからね。ビジュアル、ダンス、ボーカル、すべてにおいて完璧ですね。本題に戻りまして、エンミックスはリリがいるおかげでできる音楽の範囲が非常に広い方だと思うんですけど、今回はそんなリリの最強ボーカルのリリの話をしてみようかなと思います。本名リリー・ジン・パク・モロ、名前めっちゃ長いですね。オーストラリアのメアリズビルで生まれました。リリは子供の頃には普通に過ごしてたんですけど、8歳になった時町の近くで山火事が起きたんですね。この時に多くの人が亡くなられたり町も燃やされたりして、リリはすごいトラウマになってたらしいですね。結局リリの家族は町が復興するまでお母さんの国で住むことにして、2010年家族全員韓国に行きました。この時のリリの韓国生活は大変で、言葉が通じなくて学校ではよく泣いたりもしてたらしいんですけど、そんな中でリリが好きになって韓国生活の原動力になってくれたのが音楽だったらしいですね。リリは学校から帰ってきたらテレビを見て踊ったり歌ったりしてたんですけど、そのうちリリの将来の夢は歌手になることになりました。そしてそれを聞いたリリのお父さんは、自分がマネージャーになってあげると言ってリリが踊ったり歌ったりする姿をいっぱい撮ってネットに上げてたんですね。お父さんリリを芸能人にする気満々ですね。そしてこの時のリリはお父さんのおかげで多くの人に見てもらうことができて嬉しいとも言ってました。リリも芸能人になる気満々ですね。他にもリリはいろいろな芸能活動をしてたんですけど、英語教育番組に出演したりジュニアモデル大会にも出たりしてたんですね。そしてリリはまたオーストラリアに戻ってアッシュっていうキッズバンドのボーカルとして活躍したり、ウェザーマンズアンブレラっていう映画にも出演したことがありました。そして2014年リリは韓国で歌手になりたいと思って K-POP スターっていうオーディション番組に出演することにしたんですね。この時のリリはまだ12歳だったのに歌がめちゃくちゃ上手くて審査員たちに絶賛されてたんですけど、その中でも JYPARK のヤンサがリリに目をつけてました。ヤンサは子供の頃のリリを YG に連れて行くためにリリに行きたい会社があるかと聞いたことがあるんですけど、ここでリリは JYP か YG に行きたいと言ってました。でもリリは YG よりは JYP の方が好きだと言って、それを聞いたヤンサはそれは自分で決めるんじゃなくてお母さんに決めてもらってほしいと、多分お母さんは YG を選んでくれるはずだと言ってました。でもお母さんも JYP を選んでリリは JYP と契約することになったんですけど、その後もヤンサはリリに何回も連絡していつでもいいから気持ちが変わったら YG に来てほしいと言ってたんですね。それでもリリは YG に行くことなくJYP で練習生生活を続けました。リリは JYP の練習生の中でも有名な方で、デビューする前から活躍してたんですけど、オレンジマーマレードというドラマの OST を歌ったり、GOT7 の If You Do のナレーションを担当したり、 It's up to you if you wanna break up、K-POP スターシーズン6の特別ステージにも立ったりして、デビューする前から話題になってたんですね。まだ練習生だったのにね。この時に多くのファンたちが、さすがにこれぐらい歌が上手かったら、ソロでデビューするんじゃないって思ってたんですけど、2021年11月19日、JYP の公式 YouTube チャンネルに、リリーの動画が公開されて、リリーはガールズグループとしてデビューすることになりました。そしてリリーは、2022年2月22日、エンミックスのメンバーとしてデビューすることになったんですね。リリーは JYPARK が求めるアイドルそのもので、言動からして純粋な優しさが伝わるんですね。学生時代ヘヨンがリリーと同じ学校に転校してきたことがあるんですけど、その時の主任先生はヘヨンに、パクジンっていう子がいるけどヘヨンちゃんもパクジンを見習って真面目に学校生活をやってほしいと言ったこともあるらしいですね。 JYP で長年練習生生活をやってたら優しくなるのか、最初から優しい子たちが JYP に集まるのかはわからないんですけど、リリーはその中でも優しい方なのではないかと思います。 Am I pretty? My friends at school bully me and say I'm not pretty. Is that true? No! Absolutely not! You're gorgeous. Pretty?That's a fake word. Every pretty is different for everyone. In my opinion, it's a very pretty book cover, but some people might think it's not pretty. Does that mean it's ugly? No! Everyone's pretty is different, okay? And that's what makes them beautiful, okay?
完璧なんて存在しないというリリー、完璧すぎて泣きますね。21歳だとは思えないぐらいの人生の哲学を持ってると思います。こんなに素晴らしい子がアイドルになって世界中に全なる影響力を行使してくれて本当にありがたいと思います。皆さんはどう思ったんでしょうか。皆さんの意見もコメント欄に残して、概要欄から日韓交流会にも参加してください。ご視聴ありがとうございました。